えに行くよ。はい、皆さんこんばんは。よろしくお願いいたします。拉致被害者全員奪還ツイキャス、10月17日はい、始まりました。よろしくお願いいたします。今日のゲストは特定失踪者秋田美和さんのお姉さんの、吉見美穂さんにご出演していただきます。はい、吉見さん、今日初めてツイキャスの方にご出演していただきます。まあ、皆さんの被害者のね、ご家族の訴えといいますか、お話はまあ、聞いてる方もね、申し訳ないっていう気持ちだったりとか、本当に辛いなっていう気持ちで聞かれると思うので、やっぱりこう
で、重いお話にはなるんですが、ぜひそのご家族の訴えをしっかり聞いていただきまして、まあ、SNS とか、まあ、身近なところ、周りの方へと、啓蒙啓発の方につなげていただけましたら、本当にありがたいです。はい、よろしくお願いします。吉見美穂さんは昨年も、ニューヨークの国連本部の方まで、行かれまして、当時、まだ、元総理の菅義偉さんが、官房長官と、拉致担当大臣を兼任されていた時に、一緒に国連の方に行かれまして、日本国主催のシンポジウムの方に参加もされて、訴えをされていらっしゃいます。まあ、その時のお話なども、合わせてお聞きしたいなと思っております。はい。ちょっとお待ちくださいね。吉見さんのお写真に戻して、お電話をおかけしたいと思います。もしもし、こんばんは。こんばんは、よしみです。ありがとうございます。お世話になります。こちらの方こそお願いいたします。はい、ありがとうございます。今、よしみさんの声が皆さんには綺麗に届いているかどうか、ちょっと音声チェックをさせていただきますので。はい。はい。ちょっとお待ちください。ちょっとね、時差があるんですよ。生放送なんですけど、10秒ぐらい。ああ、はい。そうなんです、ね。そうなんです。すいません。あ、聞こえますと大丈夫ですね。はい。ありがとうございます。今日お話を聞かせていただきます。特定失踪者、秋田美和さんのお姉さんの吉見美穂さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい。ありがとうございます。吉見さん、今日初めてツイキャスの方に、ご出演していただくんですが、はい。もう、妹さんを、まあ、救出する活動で、いろんなところで、こう、もうお話も、ね、救出活動をされてこられて、ずいぶん大変な思いをされてこられたと思うんですが、とてもないですが、なんか、助けてくださる方に巡り会えて、なので、まあ、そういう方たちに助けてもらいながらやってるだけなので、本当に自ら動いてなくて申し訳ないなと、いつも、妹に申し訳ないなと、いつも思ってます。ああ、いえいえ、とんでもないです。昨年、菅義偉、当時、官房長官、兼拉致担当大臣と一緒に、ニューヨークの国連本部までも行かれたということなんですが。はい。もう2019年になります。2019年ですか。ごめんなさい。はい。私が間違えてましたね。すいませんでした。はい、2019年に行かれたんですね。はい。すいません。じゃあコロナ禍の前ですね。そうですね。すいません。ちょうど5月でしたので。はい。コロナの、話題が、日本で話題になる前に行きました。前ですね。すいませんでした。はい。で、そちらの方で、こう、まあ、結構長い訴えを、読み上げられたんですけれども、はい。いかがでしたでしょうか？もう行くのも大変だったと思うんですが、緊張されましたか？あ、いえ。あの時は4月の半ばにご連絡をいただいて、はい。で、行くってお返事を、ちょうど私は体が空いてたので、その時は。はい。行くってお返事をしてから、すぐに原稿を作るとか、うんうんうん、国連のシンポジウムでバッグに流していただく写真を集めるだとか、はい、なんかいっぱい用事があって、で、その用事に追われて、なんか、連休中も政府の拉致対策本部の方たちが動いてくださってるんですけど、はい、5月の10日にニューヨークでシンポジウムがありましたので、はい、でそれまでの間本当に準備に追われて必死だったんで、うん、
なんか、とにかくやらなくちゃって感じでした。うんうんうん、あ、そうだったんですね。はい。こちらの方で、日本国主催のシンポジウムが開催されるので、ぜひ、はい、よしみさん来てくださいっていうのは、拉致隊の方から声掛けがあったんですかね。そうですね。あ、そうなんですね。はい。はい。この拉致被害者、全員奪還ツイキャスでは、その拉致問題の解決を本当に一日も早くっていうふうに願って、熱心に関心の高い、視聴者さんが多いんですが、はい、で私たちのこう感覚で言いますと、特定失踪者の方々っていうのはどうしてもその家族、特定失踪者の家族会の方も総理大臣の方と面会がなかったりだったりして、はい、こうどうしてもこうなんていうのかな、認定者の方よりもなんかこう置いていかれてるような、そういう心配があったんですけれども、はい。でも、拉致隊の方から、吉見さんの方にそういうふうにお声掛けがあったってことは、国としては、そういうふうに認定者も特定失踪者も同じ拉致被害者ということで、お話をしていただくっていう姿勢というふうに、私たちも受け取っていいんでしょうか。多分、そうい、安倍首相の意向でそういう形になっていたんだと思います。はい、あ、そうなんですね。はい。おそらく、うん、国民の世論の中に特定失踪者はあまり入れたくないっていう政府の方針は、ちょっと感じます、うん。あ、感じるんですね。なるほど。はい。はい。やはり表にあまり、必ずその人たちが北朝鮮にいるっていうふうには政府は言いたくないって思ってらっしゃると思いますし、はい、あまり国民の人たちにそれを広めてしまうと、はい、人数が多くなりすぎてしまって全員助けるって言っていくら主張しても、はい、全員を助けれないじゃないかっていう話になってしまうっていうのも恐れているところなのかなっていうふうに、私たちはなかなか本当に北朝鮮が家族を連れて行ったっていうふうに主張をできるだけの証拠を持ってる人が少ないんで、自殺偽装だったり、はい、他にもいろんな偽装されて、自分で出国したように偽装されたりとか、そういう方たちにも騙されて連れて行かれてるだけで、本当に証拠ってない人が多いんで、そういう意味で、なかなか表沙汰にしたくないっていう気持ちはあるのかなって時々思います。はい、よくわかります。そうですね。確かにその証拠が明確に残ってたら、証拠が残ってたらというんですかね。その犯罪が例えば目撃されてたら未然に防げたかもしれませんし、はい、それだけ目撃証言がないっていうのが、拉致されて、行くのが成功してしまうっていうことは、そういうことの裏返しじゃないかな、証拠が残らないっていうね、はい、というふうにも思いますし、で、相手はいくら、ね、見つかったからって、その、急に、銃殺されたりとかする国ではないにしても、犯罪ですから、人を連れていくっていうのは、やっぱり、夜に紛れて、闇夜に紛れて、こう、誰にも見つからないように周到にやると思うので、なかなか証拠のない方もたくさんいらっしゃると思うんですね。当たり前なんですけど、はい、ほとんどの人が証拠もないですし、はい、家族もどうして家族、自分の子供だったり、兄弟だったりが突然いなくなったのかっていうことについて、はい、明確な
確証なんて家族も持ってないですので、うんうん、ですよね。はい、まあ、お辛いと思うんですが、すいません、妹さんの美和さんが行方不明になった時からのお話を最初からお伺いしたいんですが、はい、はい、秋田美和さん、昭和39年生まれですね、はい、1月25日生まれ、はい、はい、行方不明当時が21歳、はい、はい、大学4年生の、21歳の女性が、まあ、はい、普段と変わらずに当たり前にこう朝起きて大学の方に登校されて、はい、はい、特に何の変わりもなく、学校で午前の授業を受けて、で、それからお昼過ぎに学食で友達とお食事をして、はい、で、校門近くで友人と別れた。はい。はい。で、まあ、今私、ただいまも言えない、お帰りも言えないのね。はい。特定失踪者家族会の、はい、出されてる本から読ませていただいてるんですが、はい、で、夜の8時過ぎに、ご自宅の方に友人宅に泊まるよっていう、美和さんからの電話があったのは、これはお母さんがお電話に出られたんですか？はい。当時は、川西市に家はあったんですけれども、はい、あ、兵庫県の川西市ですね、はい、に家はあったんですけれども、はい、父が単身赴任で、うんうんうん、祖母が一人で住んでいた徳島の家に、はい、父と祖母がいたんですね。あ、なるほど。はい、で、12月に美和はいなくなってるんですけれども、はいはい、3月に卒業した後、4月から徳島へ母と美和も、引っ越して、父たちと一緒に暮らす予定だったんです。あ、そういうことだったんですね。はい、なるほど。じゃあもう、あと数ヶ月で川西のところから、引っ越しもする予定が決まってたんですね。そうなんです。そうですか。で、お姉さんの美穂さんはもう、ご結婚されて、その時に、ね、はい、もう、1985年、ちょうど美和がいなくなった年の3月に私は結婚していて、はい。もう愛知県に来てました。あ、愛知県の方にお住まいだったということで、はい、はい。で、妹さんが亡くなら、いなくなったのが12月4日なんですが、はい。その時に、美穂さんは、もう身をもっていうか、お腹の中に赤ちゃんがいらっしゃって、ね、妊婦さんだったんですね。子供がいた、お腹の中に子供がいました。はい。うん、はい、で、母は妹がいなくなったことを、うん、私の方へは知らせてこなかったんです。これ、お母さんにしてみたら、お腹の子供さん、ね、身重の娘さんが、心配で、そこからまたね、体調が悪くなったりとか、することも心配されたんですね。はい、もう、すでに7月ぐらいの時に、切迫相談の心配もあって、安定にしてたりとかしたので、はい、余計に心配だったんだと。なるほど、そうですか。でも、じゃあ当時、徳島の方にお父様はいらっしゃったので、はい、川西の自宅にはお母さんと美和さんとお二人でお住まいだったんですね。じゃあお母さんはまあ、夜8時に友人宅に泊まるよっていう電話があった時には、あ、そうなのっていうぐらいだったんでしょうけど、はい、翌日の、はい。本当は、普段からそんなお友達のところへ泊まるようなことは全くなかったんです、うんうん。あ、本当に珍しいことだったんですね。初めてのことだったんです、ね。あ、初めてですか。はい。はい。そこでお母さんはどうして急に泊まるのみたいな、長くは話はされなかったんですか？なんか、しなかったみたいです。ああ、そうなんですね。背景の音が全くない場所から電話をかけてきていて。そうですか。周りに街の雑踏の音とかそういうのが何もなくなかったみたいです。じゃあ、屋内。
とか、その、わからないんですけど、車内とか。まあ、でも、ね、うん、実際に竹野の駅に、当時の状況の竹野駅だったら、はい、無人で、改札も人もいないので、ちょっとしたらそういうことかもしれないんですけど、電車に詳しい人が調べてくださった話では、はい、急行券を買って、で、大学から大阪駅まで行って、そこから福知山線に乗って山陰線に乗り換えてっていう手順をしますと、夜の8時に電車が着くような時刻表のダイヤはなかったそうです。あ、なかったんですか。はい。調べてくださったら、そういうふうに調べてくださった。ということは、はい。電車じゃない可能性が高いんですか、美和さんが。そうですね。バスの中に大阪駅で発行した150キロまでの急行券が入ってるんですけれども、うんうん、そうですね、当時の国鉄は全く自動改札やなんかはない時代ですので、はい、検察、大阪駅の検察で、チッキが入ります、ね。はい。チェックしましたよって、この、切り取られた跡が残るはずなのに。はい。切符は何も、切り取られた跡がない状態です、ね。ない、全くないです。はい。途中の、車両の中でも、検察あるはずなので、二つ入ってるのが普通だと思うんですけど。なるほど、なるほど。それが全くありませんので、はい。何の切り取りもない状態、もう切符買ったままの状態。ただ、買った日付は、60年12月4日と。はい、それは間違いなかったです。はい、当日のね、美和さんが歩く夢になった日付で発行されたものなんですが。はい。そう、この切符が、その弁天浜の、はい。に残されていたバッグの中から見つかった、はい、ということなんですね。はい。はい。でも、バッグも靴も濡れてなかったんですねっていうのは、はい、次の日の12月5日の朝8時頃に城崎署から電話がかかってるんですけれども、はいはい、弁天浜って小さな C の字型をした浜なんですが、うんうん、はい、雨の日の後にイカが打ち上がるそうなんです。で、そのイカを、はい、地元の人は取りに来るのに朝早く浜に来るそうなんですね。ああ、そうですか。はい。はい。バッグと靴を見つけた人は、そのイカ、打ち上げられたイカを拾うために来てたんですけれども。ああ、なるほど。はい。でも、うん、バッグと靴は濡れてなかったんです。すごく不自然ですよね。浜は雨が降ってるから、こう砂浜は濡れてるのに、その上に置いてある靴とカバンが濡れてない。靴なんてね、はい、まあ当たり前ですけど、雨が降ったりしたら中がびちゃびちゃになりますよね。そうですよね。うん、はい。そんなにすぐ乾きませんよね。まして、その真夏でもないから、12月だから、気温も随分低いでしょうし、そうですよね。本当不思議ですよね。うん。で、足跡も10メートルぐらい、波打ち際まであったんですけど。10メートルしかないんですか？はい。うん。まあ、でも、そのカバンと靴があった場所が、湾内の岩場の近くなんですね。あ、じゃあ砂浜とは全く違う場所ですね。岩場の近くで、はい、で、たとえ、足跡をつけてもですね、うんうんうん、多分足跡をつけて岩場に上がってしまえば、うん、他人の足跡でもつけれるんだなって私は思ってるんですけど、うんうん、なるほどなるほど、なんかこう工作、偽装工作、まるで、はい、はい、海に入水自殺したかのような。そうですね。ね、実際その湾内ではダイバーさんが3日間ほど潜って遺体を探してくださったんですけれども、はいはい、
全く遺体は見つかりませんでした。うんうんうん、で、地元の人たちがおっしゃるには、はい、その湾内から、遺体が出ていくには、半年かかるんだっていう話でした。なるほど。それぐらい、こう、潮がこう、沖に流すんじゃなくて、湾の中に留まるような、どっちかっていうと、沖から物が流れ着くような感じですね。うん。なるほど。いや、どう考えても、ここから、美和さんは、どこに連れて行かれたんだろう。まして、六甲駅からだったら、150キロも離れてますし、そうですね。直線距離で、弁天浜まで180キロなんですね。はい。直線距離で。直線で、はい。だから、大阪から福知山線と山陰線使えばもっとあるはずなんですけど。そうですね。そうですか。今私ちょっと前に Google で、調べて、はい、六甲駅からで車だと、まあ、今だったら有料道路使えば3時間26分ぐらいなんですね。当時は6時間ぐらいかかったはずです。そうでしょうね。そうなりますよね。はい、その、美和さんが、友達と別れたのっていうのは、校門で別れたのは何時ぐらいか、お友達から聞かれてますか？午後の1時ぐらいなんです。1時から。はい。その、電話があったのが8時過ぎですね。8時過ぎですね。ああ、7時間。はい。で、大阪へ戻らなきゃいけませんからね。急行券を使ったとすれば。そうですよね。ということは、この急行券を買った人は、美和さんじゃない可能性が高いですね。わからないですけど、私たちはもう、2000年ちょっとぐらいで、特定失踪者問題調査会の方たちがいろいろ調べてくださったんですけれども、はい、その調べてくださった結果をいろいろお聞きしていると、うんうん、もう美和は絶対に弁天浜には行っていないと思ってますので。あ、なるほど。阪急六甲のあたりで誰かに連れ去られたんではないかなって思ってるんです。はいはい。でも美和さんのカバンと靴を運んだものがいるわけですよね。朝までに。そうですね。なるほど。なるほど。そういうことですか。本当に何とも言えないですね。もう、なんか何人もの人が、美和さんの失踪に関わってるんじゃないかというのが見えてきますよね。うん、そうですね。はい。まあ、荒木和弘先生代表の特定失踪者問題調査会ではもう拉致濃厚というふうに、結論、まあ、検証して結論されています。はい。はい。うん、検察の後もない切符もね、はい。今も本当にその拉致濃厚っていう区分っていうのも昔はちゃんといろいろあったんですけど、はい、今はもうどの方に対しても、はい、うんうん、そういう言い方はあまりしないようになってます。あ、そうなんですね。なるほど。はい、はい、もういろいろ証拠のない方もいらっしゃいますもんね。わからないですよね。しかも調べようのない、うん、そうですね、年月経ってしまった方もたくさんいらっしゃるので、はい、私その秋田美和さんのお父さんお母さんが、まあ美穂さんが、まあ、子育てをされている間はやっぱりこうなかなか妹さんの救出活動にはね、もう赤ちゃんを連れてってわけにはいかないですから、最初はお父さんお母さんが一生懸命弁天浜も毎年のように12月には来られてたり、はい、そうです。うん、いろいろこう警察への聞き込みだったり、調書だったりされたのようなんですが。はい。はい。お母さんは、今もご健在ですか？はい、私が住んでる場所の近くに一人で住んでます。あ、そうなんですね。あ、じゃあ、近くにいらっしゃるので。はい。はい。お母様は、何歳になられましたでしょうか？今
今もう87歳になります。あ、そうですか。もうやっぱり87になると時々軽い病気を繰り返しながら、そうですよね、生活しておりますけども、そうですよね、でもまあ、母は87歳にしては比較的元気だと思います。あ、そうですか。はい。まあ、ご自身でこう、歩かれたりとかも大丈夫なんですか？まあ、はい、歩くのは難しいんですけど、はい、でも、家事も、自分一人の家事はしながら暮らしてますよね。あ、そうなんですね。はい。わかりました。ありがとうございます。中曽さん、ありがとうございます。鶴さんが今、コメント書いてくださいました。私は、中曽千鶴子さんが、このね、秋田美和さんと同じ、明豊高校でしたっけ？はい。はい。の、先輩になるんですよね、お鶴さんが。はい。なので、その、川西市の方で、川西の瀬口駅前で、救う会、川西の会ということで、秋田美代さんを救う署名活動をずっと続けてこられていて、で、私は、ありがとうございます。はい。私は、その、おつるさんね、中曽千鶴子さんの、主催されているこの川西の会の方に、初めて署名活動は、参加させていただいたんで、はい。ものすごくこう、印象深いんですね。はい。はい、で、署名版を持って、この川西市の市民から、北朝鮮に拉致されたかもしれない可能性の高い方がいらっしゃるのをご存知ですかって、駅前でこう、お声掛けするんですよ。で、そうすると、えってすごく、まあ、どの方も驚かれて。そうですか。やっぱりこう、まだまだ、その駅前でも、まあもちろん知ってる方もいらっしゃいましたけど、あ、ずっとね、救出活動を続けてるでしょ、中曽さんがっていうふうに知ってる方もいらっしゃるんですけど、そうなんですかって、特に若い方なんで、そんな、北朝鮮に拉致されてる可能性がある人って、この川西市からいらっしゃったんですかみたいな感じで、すごく驚かれて、で、びっくりされるっていうのが。そうですよね。はい。特定失踪者って本当に全国の都道府県それぞれから、はい。何人かいるんですね。はい。はい。誰もいない県の方が少ないです。うん、そうですね。はい。それを、やっぱり、皆さんご存知ないんですけれども、一般の方にやっぱり知っていただくためには、はい、なんていうのか、政府が、そういう人たちも、認定していただいた方が、全国の皆さんに知っていただけるのかな、おっしゃる通りですよね。最近は思い始めてます。うん、本当そうですよね。実際に特定失踪者のご家族に、まあ、総理が会われたりすると、まあ、産経さんは間違いなく記事にしてくださるでしょうし、またニュースでもね、そういうふうに流してもらえるっていうことになると、認定者、国の認定者の17人だけじゃなかったのっていうことは、もっと伝わるのが早いと思うんですよね。はい。で、そうなると、まあ、当たり前なんですけど、北朝鮮による拉致問題って、もう、私たちが知ってたよりももっともっと闇が深くで、私たちが知ってたのは本当に氷山の一角で、もっと本当は家族会にいない方とか、警察も掴んでない人もいるんじゃないのっていうふうに、はい、ことの重大さも伝わりやすいと思うんですよね。そうですね。ね、そうだと思います。そうですよね。もう私たちもこの支援者の方も、もうちゃんと総理が家族会の方に、特定失踪者の家族にもしっかり面会してくださいってことを、ことあるごとにしっかり訴えていくのを忘れないように、
します。すいません。ありがとうございます。ありがとうございます。いえいえ。吉見さん、2019年の、はい。国連で、そのスピーチされた時の原稿を、今お持ちでしょうか？はい。はい。もしよかったら皆さんに、ちょっと長くなってしまうかもしれないんですが、読んでいただいてもよろしいでしょうか？あ、全文ですか？全文、大変ですか？すいません。あ、大丈夫です。大丈夫ですか？わかりました。はい、よかったら。の部分だけかなあ、すいません。やっぱり、よかったら。2話の、そうですね。いなくなった経緯とか、ちょっと重複するかもしれませんけれども。いえいえ、よくまとまっている文章でわかりやすいので、はい、ぜひ読んでいただけたらありがたいです。はい、すいません、大変なんですけど。2019年5月に、ニューヨークの国連で発表した内容をもう一度お話しさせていただきます。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、特定失踪者とは、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない失踪者のことで、1997年2月、ここにいらっしゃる横田拓也さんの姉、めぐみさんが拉致されていることが、国会の質問と報道によって明らかになりました。それがきっかけとなって救出のための国民運動が始まり、2002年9月に訪朝した小泉総理に当時の金正恩いる労働党総書記が拉致を認めるに至りました。めぐみさんについて北朝鮮は死亡したとの嘘の情報を伝えてきましたが、一方で5人の拉致被害者を帰国させました。その中に日本政府は拉致と思っていなかった曽我ひとみさんがいたため、原因不明の失踪者を抱える多くのご家族から、私の家族も北朝鮮に拉致されたのではないかとの声が上がりました。2003年にそれらの失踪者を調査するための民間団体、特定失踪者問題調査会が設立されましたが、現在同会にある特定失踪者のリストは約470人に上ります。さらに日本警察は特定失踪者の数を約900人と発表しています。特定失踪者の事件を調べていくと偶然とは言えない共通点が浮かび上がってきます。埼玉県川口市や神戸市灘区のように同じ地域に関係した多数の失踪者がいる。1962年には中学生や高校生が多く、1970年代にはカップルや親子での失踪が多い。1980年代中頃と1990年代初めに全国で不審な若い女性の失踪が集中する。職業的には看護師や衣服関係、電話に関わる仕事をしていた人の失踪者が多い。これは一部にすぎませんが、場所も時間も異なる失踪者に不思議な共通点があります。そしてそれらの中には、北朝鮮での目撃情報や写真が出てきた人も少なくありません。私たち特定失踪者の家族の願いは、北朝鮮にいる家族を取り戻したい。それだけです。そのためにニューヨークまで参りました。どうぞ、北朝鮮に今も救いを求めて待っている拉致被害者の一例として、私の妹の話を聞いてください。私の妹は、1985年12月4日、午後1時頃、通っていた兵庫県神戸市にある大学の門前で、友人と別れてから行方不明です。21歳でした。12月5日朝8時に警察から電話が入り、同じ兵庫県ですが、直線距離で180キロ離れた日本海側の海岸で、靴とカバンが見つかったと連絡がありました。妹はこの海岸へ行ったことはありません。ここは当時、地元の人しか知らない浜でした。3日間、警察、海上保安庁、地元の漁師の方々が船を出してくださり、ダイバーも C の字型の湾内を潜って遺体を探しましたが、見つかりませんでした。その入り江では、入水自殺した人がいても、
遺体が外海へ出るまでには半年かかると地元の人たちは当時おっしゃいました。捜索は打ち切られ、新聞には自殺か、クエスチョンマークと報じられました。しかしながら、この弁天浜へ行くための大阪からの急行券が浜で見つかったカバンに残されていましたが、一つ手前の急行停車駅までの券でした。距離が足りません。また、カバンと靴は発見された時濡れていませんでしたが、12月5日の早朝には雨が降っていたのです。この3つの事実は、本人がそこに行ったのではなく、何者かによって捜査の攪乱のため作為的に靴とカバンが浜に置かれていた可能性を示しています。同様の捜査の攪乱と思われる事件は特定失踪者でたくさん起きています。特定失踪者問題調査会では、美和を拉致の可能性の高い失踪者としており、私たち家族はきっと北朝鮮で生きていると信じています。妹は読書と料理の好きな女の子でした。机の周りにはアンダルセン大賞を取った児童文学や日本の古典が置かれ、母の持っていた料理本の目的の、料理本の中から目的の料理が、レシピが載っているページを覚えているくらい料理も好きでした。北朝鮮には何の関係もなく興味を持っていたわけでもありません。自ら望んで北朝鮮行くとも思えません。先ほど述べた偽装工作から考えて無理やり北朝鮮に連れて行かれたとしか考えられません。もう13年前になりますが、父は、北朝鮮へ向けた短波放送潮風の最初の録音で以下のように訴えています。美和ちゃん、あなたは今どこにいるの？私はお父さんだよ。秋田翔一郎だよ。急にいなくなってびっくりしています。もう20年になりますね。お母さんも初めは何があったのかと放心状態でしたが、今はなんとか元気で、私と一緒にあなたといつ会えるかと首を長くして待っています。早くあなたのコーヒーを飲みたい。どうぞ。もうこの後は、あれです。本当に、こういうメッセージは、ここへ、ニューヨークやなんかへ行かない、たくさんの特定失踪者の親世代全員の気持ちだと思うんですよね。うん、はい。本当に、特定失踪者の親は、いなくなった子供を思い、日本が子供を取り返してくれると信じながら年月とともに亡くなられています。特定失踪者のご家族にお会いするたび、今も北朝鮮に残された拉致被害者だけではなく、日本にいる多くのご家族の生活を変えてしまった拉致に憤りを覚えます。日本が拉致された日本人を取り戻すため、各国の皆様のご協力をさらに続けていただけますようにお願いいたします。以上です。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。いえいえ、すいません、なんか。美穂さんは、私は妹よりも4つ上の有本恵子さんと同じ年なんです。あ、そうですか。はい。有本恵子さんは神戸外国語大学に行かれてたんですけれども、はいはい、妹のいた大学から500メートルぐらいしか離れていないとキャンパスに通われてたはずです。なんか本当に集中してますよね。で、2年しか、拉致、いなくなった失踪の年月日は2年しか違わない。なので、なんか、阪急六甲の駅の周りっていうのは、田中実さんとか、
金田辰巳さんとか、うん、そうですね。あるいは、加藤さゆりさんなんか、あ、で、田中みのるさんの場合は、はい、楽東校という北朝鮮の、在日の方たちの、はい、工作グループがありまして、はいはい、で、田中みのるさんがいなくなられた経緯は、結構、調べられてまして、分かってまして、うんうん、はい、なんか告白本があるんですよね。はい、ありますね、楽東校。はい。それで、だから、やっぱり、阪急の六甲の駅の周りは危なかったんじゃないかなって思ってます。それでも、その、なぜ、うちの妹がってなりますよね、ご家族からしたらね。そうですね。ねえ、何の北朝鮮にも縁がない。そうですね。ですよね。ただ、うん、父の社宅、勤めてた会社の社宅が尼崎にあって、はい、で、私たち10年ぐらいそこで暮らしてるんですね。あ、はい。で、妹は幼稚園から高校生まで、うん、はい、一緒に、ちょうど、今の方々、たくさん暮らしてる地域があって、うんうんうん、そういう方たちと一緒に学校へ行ってますので、はい、そういう方たちのお知り合いはたくさんいるんです。なるほど、そういう接点はあるんですね。はい。はい、うん、だから、縁がないっていうんではなくて、知ってる人、私たちの生活ぶりとか、どんな環境で過ごしてるかとか、知り合いがどういう人がいるとかっていう話は知ってる人がたくさんいたのかもしれません。ああ、なるほど。はい、ありがとうございます。今、はい、ブルー、スク会青年の会の、会長の山本ひるみさんがコメント書いてくださいました。はい。事件からおよそ1年後、19歳だった私は、美穂さんの通学されていた大学前で職質と生まれて初めて駐車違反切符を切られました。兵庫県警はあの場所を監視していたと思いますと。そうですね。はい。被疑者不明で、お父さんとお母さんは、刑事告訴されてますよね。はい。はい。その、まあ、告訴に対しての、こう、警察からの、まあ、こういうふうに捜査が進んでますみたいな、そういう報告みたいなのは、私、そのあたりのことは知らないんですね、はい、あんまり。そうですか。詳しく、はい、それの返答がどうなったかは、存じ上げません。うん、ただ、ね、私が、山谷栄子さんが、拉致担当大臣であった時代に、はい、もう父も母も活動次第次第にできない年齢になってきてましたので、うんうん、はい、私も一度警察の方に当時の状況を詳しく聞かせていただくことはできないだろうかってお願いしたんです。あ、はい、はい。そしたら、山谷絵理子さんはすぐ手配してくださって、はい、兵庫県警の方が説明に来てくださったことはあります。あ、そうですか。はい。はい。で、その兵庫県警の方から、こう、まあ、こういう捜査だったり。そうですね。海岸のところ、あたりにカバンと靴があったとか、はい、そういう説明はしていただきました。あ、そうだったんですね。はい。うん、その、ご家族から、その、告訴状が出て、まあ、受理されて、捜査もされたはずなので、どういった捜査内容、まあまあ、捜査に関わる、話せない部分もあるかもしれないけど、こう、1年ごととか、2、3年ごととかに警察から報告がご両親にあったのかなというふうに思ったんですが、それについては特に兵庫県警の方からは何も聞かれませんでした。よくわからないんですけれども、うん、毎年必ず、はい、県警の方が、両親のところへ来て、はい、
戸籍だとか住民票だとかが移動してないとか、はい、そういうお話は常に、あの、毎年いただいてると思います。はい、そうですよね。同じ、例えば日本国内にもし、ミヤさんがいらっしゃったら、こう、戸籍が動くだったり、免許取得をされただったりとか、こう、何かこう、形跡が出るんですよね。はい。はい。で、そういう動きはなかったですっていう報告を、県警の方から、まあ、兵庫県警の方から受けてたということですね。はい、なるほど。そうなんですよね。特定失踪者のご家族の方は、その、そういうふうにこう、失踪届を出した後も、その後戸籍がどうなってるかとか、まあ、日本国内にいたら、まあ、当たり前だと思うんですけど、戸籍の住民票の移動があったりとか、はい、免許取得したら、こうね、取得した形跡っていうのが出ますので、そういうものから分かってくるんですよね。ああ、国内にいるっていうのが。そうですね。はい。なので、こう、どうしても、こう、特定失踪者の方を、まあ、本当にね、北朝鮮に拉致されたかどうかわからないのに、みたいに言う方もいらっしゃるんですが、まあ、国内にいるっていう形跡がない方ばかりなんですよね。そうですね。はい。なかなか、そういうものを使わずに暮らすのは難しいんではないかと、私たちは思ってしまうんですけど。本当に難しいと思います。実際にやっぱり、免許がなくても、例えばマイナンバーカードとかも、ね、発行されたりとかすると、どうしてもそういうものも受け取るとかね、あと、何十年も住民票が動かないで暮らせれるか、今だ、例えばお仕事するんでも、マイナンバーっていうのを必要だったりしますから、あ、ですか？はい、マイナンバーの番号を出さないと、雇用していただけないので、はい。なので、やっぱり、そういうものがね、動いてないのは、やっぱりどうしても国内にいない、まあ、反対にいない証拠になるんじゃないかなっていうふうに、私は思います。はい。多分、警察の人もそういうふうに考えてると思います。そうですね。警察の方もそういうふうに、見てると思います。まあ、はい、警察は、結構その、たくさん情報も持たれていると思うので、本当にちゃんと調べてくださってはいると思うんですけれども、はい、家族に調べたこと全部を教えてくださるわけではないんだと思うんですよね。そうですね。でも、まあ、よく言われているのが、その、拉致された方が、いなくなった日に、こう、近い日に、不審船の出入りが日本海側であったとか、そういう、当時の暗号ですね、ラジオで暗号を読み上げるっていうのがありましたよね、はい、うん。無線の傍受はあったらしいです。はい、あ、無線の、アプリの付近の、はい、付近でですけどね、はい、2、3日前後あたりで。そのいなくなった2、3日前後の時に無線の傍受はされてるわけですね。はい。はい。それはどこまでその暗号解読できてるのかっていうのは、やっぱり家族の方でも教えていただけないんですよね。そうですね。なんか悔しいですね、本当に。なんかそこに、ミワさんだと思われるような特徴を指示とか指令とかされてたりとかすると、ね、拉致の可能性もやっぱり高いし、もうちょっとこう、なんていうのかな、国の、いや、でもな、そんなん関係ないですよね、やっぱりね。証拠がいくらあるとかないとか。証拠があるなしじゃなくて、とにかく向こうに多分、いる人はたくさんいるので、本当に救出してくださる方を、証拠が、を探すよりも、そちらに力を入れていただく方が、そうですね、私たちは望みです。はい。実際に美穂さんは、その、曽我ひとみさんっていう存在が出てくるまでは、
美和さんどこに行っちゃったんだろうって思われてましたか？実は私たちはダイバーさんが潜ってくださってた3日間の間に、はい、両親は城崎の警察署の人が調書を書いている時に北朝鮮かもしれないってつぶやいてるのを背中で聞いてるんです。え、その人気がつかずに言ってるんです、両親が後ろにいるなんて。あ、それは警察官の方ですか？そうです。あ、じゃあ当時から無線傍受とかしてたから。昭和56年ぐらいから、はい、日本海側で神隠しにあった人がいるっていうことで、兵本さんですか？はいはい。調べてくださってて、はい、多分石川県とか福井県とかだったんで、兵庫県も気をつけてたんじゃないですか。そういう情報が入ってたんじゃないですか。あ、でそういうふうにおっしゃってるのを聞いてるので、結構早くから、北朝鮮かもしれないって疑ってはいたんです。そうでしたか。ただ、はい、確信に変わったのは、美和がいなくなって2年後、1987年に、はい、大韓航空基地件がありましたので、はいはい、あの時に田口八重子さんの存在が、クローズアップされて、はい、日本語教師だったら美和も連れて行かれたかもしれないというふうには思いました。なるほど、なるほど。あ、じゃあもう大韓航空機爆破事件で、キム・ヨンヒ工作員の証言から、はい。日本人の教育係に連れて行かれた人がいる、女性がいるっていうことで、これはもうほぼ間違いないんじゃないかって。そっか、じゃあ、曽我ひとみさんよりも前から、その警察官の方のつぶやきだったり、爆破事件だったりで、もうきっとそうだろうっていうふうに思われてたんですね。そうですね。なるほど、そうでしたか。自殺する理由は、まあ、考え出せばいくらでも思いつきますけれども、でも、大学のロッカーに3月に母が片付けに行った時に、いなくなった2、3日後に使うはずだったレポートだとか、そんなものが残ってたりとか、4回生を卒業するために受けてた授業があったりとか、はいはい、そのテストも必死でやってたみたいなので、そういうことを積み重ねていくと、あんまり自殺って考えられなかったんですね。いや、考えられないと思いますよ。だって、一概にこうですと言い切れませんけど、はい、まあ、自死される方っていうのは、もう、やっぱり、精神的にものすごく追い込まれてまして、もちろん何かに思い悩まれて、自分から、ね、命を絶たれるわけですけど、そういう人は、やっぱり眠れなくなったり、食べれなくなったり、周りの人が見ても、明らかに普段と違うような様子にまずなっていきますから、そんな朝に普通に登校して、授業を受けて友達と昼ご飯も食べてなんて、そうですね。どう考えても健康ですよね、うん。なんかまして帰りに友達をお茶に誘うなんてしませんよね、うん。あ、帰りの友達にお茶に誘ってたんですか？そうらしいです。あ、そうなんですね。お茶行こうよ、みたいに。でも、はい、お友達が予定か何かあって、あ、ごめん、今日ダメなの、みたいな感じで。そうなんです。あ、はい。そうですか。もうそれだったらもうまさに、本当に、失踪する理由も、自殺する理由も全くないですね。いや、全くないっていうこともないですけど、全くない。いや、全くないと思いますよ。いろいろ、考えつくんですけど、でも、なんか自殺じゃないっていうふうに家族は思ってたんです。いや、自殺じゃないと思います、本当に。はい。お友達をね、そうですか、お茶に誘ってたんですね。はい。そうですか。言いにくいが、このようなサイトで、パネルでせめて可能性のある失踪者として名前を載せてもらえないのか。今、三浦先生が出されているパネル、平成20年度拉致問題パネル、あ、兵庫県人権啓蒙、そうですよね。これは本当になんかもう、
すいません。吉見さんに私がこんな憤りを、ね、吉見さん自身がもうすごく国の対応だったり、北朝鮮に対して憤られてると思うので、私が言うのも本当になんかこう、おかしいんですが、その、全くこうやって、まあ、認定者にしたって、特定失踪者にしたって、進展しないで、無条件で会うとか、チャンスをね、逃さぬようにとか、いろいろ毎年のようにこう、政府のトップの方、首相だったり、拉致担当大臣だったり言いますけど、言うばっかりで、その具体策が全く出てこないのは、どうなってるんだって、まあ、ご家族は思われてこられたと思うんですが、うん、実際に。本当に、担当放送、潮風を聞いてる、ふるさとの風もそうですけど、はい、北朝鮮にいる、本当に拉致されて連れて行かれた人も、帰国事業で帰った人も、みんな、はい、日本の政府にも怒ってると思います。いやもう怒ってるっていうか、なんかこう失望して、ね、恥ずかしいというか情けないというか、だってうーん、本当ですね三浦先生、もうなんかもう言葉にならないですよね。私今日実は、はい、夕方に横田めぐみさんの同級生の代表されていらっしゃる池田まさきさんと一緒にラジオの、はい、はい、FM 川越さんっていうラジオで、はい、毎月第4土曜日の、第4土曜日だったかな、すいません、ちょっと今確認しますね。土曜日じゃなかったかな、すいません、間違えたこと言っちゃちょっとダメなので、何だったっけな、すいません、ちょっとだけ待ってくださいね。はい、はい、どれやったっけ、木田さん、これかな、すいません。あとでまた見つかったらちょっとご報告しますね。はい、お願いします。すいません。まあ、木田さんが FM ラジオでこう、毎月1回、川越さんから、FM 川越さんからの、ご好意で、拉致問題の訴えをやってらっしゃるんですね。はい、放送を。で、そちらの方の、録音、今月分ですね、10月の、第4の、放送の録音してたんですけど、その、録音終わった後に、池田さんも、もう一体いつになったら、被害者帰ってくるのか、もう、その、めぐみさんの恩師の、中林先生っていうおっしゃる先生ももう、90歳を超えられて、で、もうなんか、その、家の中で転倒されて怪我をされたり、で横田早紀江さん自身もその今年になっても3回も転倒されていらっしゃるそうなんです。でまたちょっと縫うほどの怪我もされたということで、もうなんか自分の体力的にね、もう本当にどうなっていくのかっていう不安を抱えられてて、で私なんかついちょっともう録音が終わってたので池田さんに、もう日本には北朝鮮の国会議員が5人もいるんですよって言っちゃったんですよ。うん。だから、その北朝鮮の国会議員、ノーノーと日本の中で暮らさせてて、日本の国会に呼べばいいと思いますよって言ったら、池田さんも、とかっておっしゃって、日本の中に北朝鮮の国会議員5人もいるんですかって言うから、はい、いますって言って、で、今度その、拉致、問題対策室の方に行かれるときとか、その政府の方に会われるときに、そういう人との会談というか話し合いの場を、その相手の方に持ちかけてくださいっていうふうに僕言いますって池田さんおっしゃってて、もしそれで呼んでこないとしても、
まあ、一応北朝鮮の、まあ、仮かもしれないですけど、在日のね、領事館みたいになってる朝鮮総連を、47都道府県全部に置いてる国なんですから、はい。もうその、そういう国会議員の人と同士で話をされたらどうですかっていうふうに、もうつい言ってしまったんですけど、なんかまだまだもっとやれることってあると思うんですね、日本政府が。もう、歯がゆい思いをずっと抱えてこられたと思うんですけど、もしよかったらその思いの丈といいますか、お話ししていただけませんでしょうか。そうですね、うん、もう悔しいでしょうし、家族だによりも、はい、とにかく北朝鮮にいる人たちが本当に苦しんでると思うんですよね、はい、だから本当に誰か国会議員の女性の方がコロナのワクチンをあげると言えば持ってくるんじゃないかって言ってましたけど、バカなこと言ってましたね。まさしくそんな、企業だと、なんか、通常の、その、外交ってやっぱり、ギブアンドテイクじゃないと成り立たないので、ぜひ、日本政府は工夫をしていただいて、そうですよね。なんか、北朝鮮というちょっと特殊な国ですけど、その国と、取引ができるような形で救出してもらうことも考えていただけないかなって思いました。はい、そうですね。だからその、まあ、ギブアンドテイクでどこまでギブできるかっていうのも、その北朝鮮に対しては厳しい制裁を与える方がテーブルにつくっていう、まあ、過去の事例から見てそういう考え方もあったりしますし、私はそのテーブルにつかせるためだったら方便と言いますか、飴と鞭を両方使い分けて、とにかく話し合いをするきっかけをつかむじゃなくて作れと。うん。向こうのが出し、その、席についてくれるまで無条件で待つなんてね、そんな、向こう任せのこと言ってるような、そんな時間の猶予はもう全くないじゃないですか。もう、朝鮮総連に対して、なんていうのかな、私もそれほどごめんなさい、素人なので法律的に詳しくないですけど、日本にもう朝鮮総連は置いておけないんだっていう何かしらですね、圧をかけてでも向こうが慌てて座るような何かこう策を練って北朝鮮のね、その、まあ、もちろん、キム・ジョンウンっていうトップを引きずり出さないといけないと思うんですけど、日本の中に一応、その、朝鮮総連の、持ってくれと、とにかく北と繋いでくれっていうのは、なんとかできないのかなと、その努力はしてるのかなとか、いろいろね、本当に歯がゆく思います。で、さっき、三浦先生が書かれてたように、北朝鮮には、連れてかれた特定失踪者のパネルが、兵庫県の要したものではないというふうに書かれてたので、ちょっとその辺、永瀬先生にも、詳しく聞いてみたいなと思います。で、もしなかったら、そういうものは、兵庫県として、用意できないのかということも、はい、合わせて聞きたいと思います。歯がいですね、本当に。美穂さんは、お子さんいらっしゃると思うんですが、はい。はい。会ったことがないおばさんになると思うんですけど、美穂さんのことってどういうふうにお子様にお話しされていらっしゃいますか？私は子育て中はもう子供たちにその話はしなかったです。やっぱりしにくかったですか？自分たちが特別な存在だって思わせるのも嫌だったので、はい、周りの人にも知られたくなかったですし、なるほど、あんまり話はしてないです。私も美穂さんと同じで立場だったら
そういう選択をしたような気がします。今もそのお子様のその子育てが一段落されて、お父さんお母さんもなかなかこうご高齢になって体力もね、随分弱られて、もう私がやるしかないというようなお気持ちで、前に出る覚悟をされたということでしょうか。そうですね。まあ、実際にその覚悟にあたってご家族の方からこう何か心配するようなお声とかはありましたか。いえいえ、私の配偶者はそういうことはもうしませんでしたので、はい、大丈夫です。ありがとうございます。ありがとうございますというか、もう本当に美穂さん、ごめんなさい、本当に。あ、いえいえ。本当にごめんなさい。いえいえ。もう、そうやって心配してくださる方がたくさんいるっていうことが本当に私たちの支えですので、これからもどうぞよろしくお願いいたします。なんか、なんとも言えないですね、本当に。同じ日本国民として本当に申し訳ないと思ってます。とんでもないです。もうなんかそんな風に考えてくださる方は少ないと思います。いやいや、そんなことないですよ、そんなことないです。知らないだけで、知ったらこんな申し訳ないっていう気持ちになる若い人も多分たくさんいらっしゃると思いますし、私たちは家族で日本に過ごしてますから、はい、本当に北朝鮮にいる被害者の方が、はい、本当に辛い思いしてると思います。そうですよね。私たちに謝る必要なんかないです。あ、いえいえ、そうですね。まず被害者の方ですよね。本当に被害者の方たちがどんな気持ちで過ごしてるかと思うと、はい、本当に私もそれが一番嫌な気持ちになります。そうですよね。ぜひ、30… もし取り返す力のある人たちがそういうことを知ってもらうっていうことも必要ですし、はい、その力のある人たちを動かすためにいろんな方にこの問題を知っていただくっていうことが大事なのかなって思ってますので、はい、このようなツイキャスのような活動をしていただいて本当にありがたかったです。あ、いえいえ、とんでもないです。ありがとうございます。もう、ご家族も、本当に大変だと思いますが、被害者のね、まず被害者の命と、安全を、とにかく一日でも早く、日本国民なんですから、日本国家は、早く救出しなければいけないということを、今日本当つくづく、もう痛感いたしました。ありがとうございました。こちらの方こそ、本当にありがとうございます。はい、これからも皆さんよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。特定失踪者の方々の、まあ、にしっかりね、首相が面会をして、こういう方々がいらっしゃって、もう、私もその拉致は濃厚だと思います。実際に証拠がないっていうだけで、犯罪なんですから、証拠を残されない状態でね、連れて行かれた方も多いですし、今日、吉見美穂さんからお聞きしたお話の中で、その警察の中で、北朝鮮かもっていう口走りが警察の中にあったってことは、まだまだ表に出てない、まあ、警察の方も表に出せない、言えないことっていうのが、多分、もっともっとたくさんあるんだろうと。はい。外事課の警察官の方とか、まあ、退職されても、やっぱりまだ出せないとかっていう国家機密もあるんでしょうけど、結構たくさんの情報を、国は掴んでるはずですので、はい、日本国政府としても、認定者17人なわけがないことは、分かってると思うので、もうその特定失踪者の存在と失踪者のご家族にしっかり面会して話を、聞く姿勢ですね。もうそういうことを
できるようにというふうに私たちもしっかり訴えていきます。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。あ、じゃあお電話の方を切らせていただきます。はい、はい、ありがとうございました。お願いいたします。はい、失礼いたします。はい、吉見美穂さん、ありがとうございました。21歳の時に行方不明になって、ね、阪急六甲駅で友達と別れたところから行方不明になってしまった秋田美和さんは、今年の12月で失踪して36年という長い月日が流れます。北朝鮮で囚われの身になっているとしたら、ね、もう57歳にね、もうすぐなられるのかな。21歳だった女性が、ね、57歳になってらっしゃる、36年間も家族と声が聞けてない。で、また、今日、ありがとうございます。川西の会で一緒に頑張ってくださってる、はい、方も今コメント書いてくださいました。やっぱりネットにはない、まだ事実っていうのもたくさんあって、本当にお話ししていただくの辛かったと思うんですが、やっぱりその、子育てをしている最中は、美穂さんがその妹さんの美和さんのことをお子様にお話しされなかったっていうのも、これが生の、被害者のご家族の証言かと、本当にそういう事件に巻き込まれて人生がこう狂わされてしまった方は、ね、その物心がつかないような、こう理解できないような子供に、そういうことを話すと、どういうふうに感じるだろうかって思うと、やっぱり言えなかったり、まあ言うことも辛かったり、またその、まあ異質な目というか、その、国家犯罪、北朝鮮による国家犯罪の被害者の家族だというふうに、こう、特別な目で見られたくないっていう思いも、ああ、そうだろうな、っていうふうに、ね、今日聞いてくださった皆さんに、伝わったんじゃないかな、というふうに思います。で、私、ツイキャスのコミュニティとフェイスブックの方に、ちょっと間違った記載をしておりまして、秋田美和さんの、その大学のロッカーから、もう翌日に提出するはずだった卒論が見つかったって言ってたのは、すいません、卒論じゃなくてレポートだったんですね。で、そういうふうにこう、どうしてこう情報が、それって産経新聞の記事から私は、参考にして書いたんですけど、事実は、吉見美穂さんに聞かせていただいたところ、あ、卒論じゃなくて、産経の記事には卒論って書かれてたんですけど、レポートなんですっていうふうに、間違ってね、記事にもなってるんですね。というのは、その長い間、秋田美和さんのご両親が、美和さんを助ける活動をされてて、お姉さんの美穂さんには子育てにこう専念してもらいたいっていう親心から、美穂さんはその子育ての方に専念されて、救出活動はご両親がしてということだったそうなんで、で、まあ、ご両親がね、動けなくなって、美穂さん自身が活動されていこうってするときに、自分のお母さんにこう、どういう活動をしてきたかとか、美和さんはその行方不明になった時にどういう状況だったのかっていうことを聞こうとした時には、そのお母さんすぐに泣かれてしまうんだそうです。美和さんのことを聞かれると。
ねえ、もうそのすぐに泣いてしまうお母さんに、美和さんのことを聞くのは苦しめてしまうので、聞かなきゃいけないことなんですが、なかなか聞くことができなかったそうなんですね。で、そういうところからこう、記事になっていることでも、こう、小さい誤りとかがあって、なかなか今ちょっと正しく正せてないんですが、でも正しい情報をね、なんて言うんですかね、皆さんにこう分かっていただいて、そこから何か36年経った今でも、もしかして万が一でも、ね、本当に小さいものでも、新しい情報が、お姉さんのところに届く可能性も、ね、調査会の方に届く可能性もありますので、正していかなきゃいけないなというふうに思っております。なので、Facebook の方の、投稿の方と、ツイキャスのコミュニティの方の投稿は、後で修正をして訂正させていただきます。はい。辛いですね、本当に。でも、お姉さん、こうやって、一生懸命、妹さんを救出する活動をされてて、国連の方まで行かれて訴えていらっしゃるのに、ね、総理がこう、面会しないっていうのも、やっぱり広げたくないからじゃないかなっていうふうに、家族にね、こんな苦しい思いをさせながら、まだそこまで冷たい印象を与えてる国家ってなんだろうなっていうのも、今日改めてね、もう本当非常だなということを感じました。でもご家族だけじゃなくて、私たち支援者が、特定失踪者に対する、その、ね、対応があまりにも、誠意がないんじゃないですかってことを、私たち支援者の方もね、ご家族だけじゃなく、訴えていかなきゃいけないなと、今日つくづく思いましたので、皆さん、ぜひ、国会議員の方とか、ね、まあ、国会議員の方じゃなくても、まあ、県会議員とか市会議員の方でもこう特定失踪者に対する対応、国の対応があまりにも非常で冷たいと思いますと、17人しか拉致されたなんてことはないだろうし、もっともっと北朝鮮に拉致された人が、本当は日本国政府独自の調査団とかが入って何年もかけて調査しないとわからないこともきっとたくさんあると思いますし、真相は闇の中なので、もう明らかにおかしな状態で連れてかれた拉致のね、可能性を排除できないって警察も発表している人に対して、しっかり対応を、もっと温かい対応をしてくださいというふうに、私たちも訴えていかなきゃいけないなと、はい、今日強く思いました。皆さんよろしくお願いいたします。こういう存在の方がいらっしゃるんですってことも、皆さんぜひ広げてください。はい。あ、そっか。それとすいません。何度かお話の中に出てきた池田まさきさん。はい。横田めぐみさんの、同級生代表を務めていらっしゃいます池田まさきさんが、FM 川越で、第4金曜日です。すいません。第4金曜日の夜の9時半から15分、拉致被害者救出を訴える番組を放送されていらっしゃいます。はい。ぜひ皆さん、聞いていただけたら嬉しいです。で、FM 川越とかの生放送の聞き方は、コミュニティ FM のネット配信をしているサイトがありまして、で、今ちょっと URL 貼らせていただきますので、よかったら、スマホとか、パソコンに、こう、なんて言うんですかね、画面につけていただけるとありがたいです。出たかな？はい、こちらの URL になりますので、ぜひお気に入りとかに入れていただけたらありがたいです。よろしくお願いします。第4金曜日になります。夜の9時半から15分になります。はい。では、来週のゲストのご紹介をさせていただきます。
どの写真にしようかな。ちょっとこの白黒の写真が渋いですね。はい。来週のゲストはですね、はい、今月さん書いてくれました。元宮内庁で、はい、宮司職を務めていらっしゃいました。現在は、神山神社、広島県の呉の方の、神社になるんですが、そちらの方で宮司さんを務めていらっしゃいます。牛尾清さんにご出演していただきます。宮司さんっていうのはですね、その神社の、まあ、責任者なんですね。うん。神社をこう会社に例えると、神職の方々、たくさん巫女さんとかこうたくさんいらっしゃいますが、その方が社員さんで、代表者が宮司さんとなります。なので、宮司さんっていうのは、その神社に一人しかいない方です。で、まあ、長く、こういう神道に関わって来られて、ね、宮内庁でもお勤めで、今ね、まあ、こう、内親王殿下が、ご結婚ということで、うん、まあ、それについても、こう、お話をお聞きしたいなと思いますし、で、また、保守的な、もちろんお考えをされている方でして、神道の教えだったり、また、日本のね、古き、良き文化というものを、周りの方に伝える、はい、お仕事をされていらっしゃいます。牛尾さんは、ツイッターはされていらっしゃらないんですが、フェイスブックの方に、牛尾さん、アカウントを持っていらっしゃいますので、はい。牛尾清さんが、来週ゲストでご出演してくださいます。拉致問題についても、深いお考えをお持ちですので、ぜひ、お話をお伺いしたいなと思っております。ね、宮内庁のね、宮司職っていうことで、もう本当にその、皇太子様とかですね、陛下とかのおそばにいらっしゃったお仕事をされてた方なので、私たちがちょっとね、やっぱりこう、見たこともない、ね、世界にいらっしゃった方なので、その興味深いお話をしてくださるんじゃないかなと思います。今、ラプテンさんが書かれているように、私も同じ考えなんですが、眞子内親王殿下のご結婚にあたり、そのご結婚相手に対する、心象が、どうしても嫌だと。あの方と結婚されるのは、私中としては嫌な気持ちなんだっていうふうに思われる国民が多いのも、私もわかってるんですが、その気持ちは、理解しますが、だからといって、日本に、ね、とって礎となるご皇室に対しての敬意だったり、感謝だったりを、なんかこう忘れてしまったかのように、本当にこう、なんて言うんですかね、ありえないような罵詈雑言だったり、誹謗中傷だったりが、こう、SNS とか見てると、まあ、ヤフーコメントとかもそうなんですけど、本当にたくさんあるんですよね。あまりにひどくて、これ、皇室の、皇族の方々に、こんな言葉を、よく書けるなって、本当にいくら、ご結婚に反対でも、敬意とか感謝が失われてしまったら、それはどうなのっていうふうに思ってしまうぐらい、本当ひどい言葉が並んでるんですね。もう反対される気持ちは、一応尊重しますけど、やっぱり書き方というものは、別に皇族の方に限らず、相手のあることですから、あんまりに無礼だったり、非礼だったりする書き方をするのは、ちょっといかがなものかと、はい、思っております。皇室いらないだったり、秋篠宮家はもう解体しろだったり、もうちょっとね、今口に出すのもとてもちょっと、口にはできないぐらいの、愚弄する言葉がね、並んでるんですよね。もう、ありえない
書き込みが多いですね。で、やっぱりそういうものを見たときに反対する気持ちはわかるけど、こういう言葉遣いは良くないと思いますよっていうことを、私たち、なんていうのかな、そういう一線を越えたらいけないと思いますよぐらいの注意だったり、うん、こういうのはちょっと、さすがに、失礼じゃないですかぐらいのことは、なんかこう、みんなで注意し合って、そういうことに、ね、あまりこう、ならないように、できないかなと思ったりするんですね。矢島さんが書かれているように、そういう部分もあると思います。はい、実際に、ね、皇室廃止したいっていう考えを持っている方もいらっしゃるようですし、まあそうじゃなくて、すごくこう、今までご皇室に対しての経緯があって、ものすごく大切にしてきたのに、あんな方と結婚されるのは嫌だっていう、その、激しい、反発感情から、ね、こう、怒りから、憤りから書かれてるっていう方もいらっしゃるようですが、でもやっぱり、例えば、眞子内親王殿下でも、私の憶測なんですが、自分のご結婚に関するニュースがネットに出てて、ね、ツイッターやフェイスブックでわざわざ見に行かれないかもしれませんが、その、主要メディアが記事を出してて、新聞社とかの出してる記事に対するコメントだったりは、見られる可能性はね、高いと思うんですよ。国民の方がどんなコメント寄せてるかとか。でそこに、ちょっとあまりにも行き過ぎた、誹謗中傷、ね、もう侮辱と言いますか、もうね、バカ女とかね、もう本当言いたくないんですけど、うん、早く出ていけたの、ちょっと本当に同行した、うん、表現がね、本当に多いんです。ね、一人二人だったらそういう人たちが異質になって、何言ってんのみたいになるんですけど、本当にそういう人たちが実は多いんですよ。まあ多分、そういう方がコメントされてて、お祝いされてたりとか、そこまで思ってない方は激しい感情がないからコメント書かれないかもしれなくて、そういう激しいコメント書かれる人がどうしても目立ってしまってるっていうのもあると思うんですが、ねえ、そうですね、吉さん。信じがたいようなコメントが並んでて、これが果たしてその日本の皇室をこれからも大切に守っていきたいって思ってらっしゃる人としてどうですかっていうふうには思うんですね。で、まあこういういいタイミングで、牛尾さんからその神道だったり皇室の大切さだったり、ね、ほんと失ってしまったらね、もう取り返しがつかないものじゃないですか。で私たちは本当に常にその、まあ、はっきり言えば、何の自由な行動もできない、大変な立場にお生まれになった方が、その運命を受け入れてくださって、飲み込んでくださって、長きにわたる、皇室というものを、まあ、受け入れてくださってそこにいらっしゃるわけですよ。本当に。それは、ちょっと私たちには、とても存在、なんていうんですかね、想像できないような、うん、本当に大変なことだと思いますよ。ねえ。だから、そういうことをね、牛尾さんからお話をお伺いして、私もまだまだ未熟ですし、無知ですし、分かってないところを教えていただきたいなと思って、ゲストでご出演していただくお願いをさせていただきました。ご快諾していただいたので、来週お話を聞いていただけますので、ぜひ、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。では、今日の配信終わります。お疲れ様でした。ありがとうございました。あ、吉見美穂さんにお写真戻して終わりますね。はい。
今日お話ね、大変だったと思います。辛いお話を、赤裸々に率直にお話ししてくださった吉見美穂さんに感謝申し上げます。ありがとうございました。お疲れ様でした。迎えに行くよ。会いたい。